広ロは日本の薬学者。学位は薬学博士。東京大学薬学部講師、静岡県立大学薬学部教授、静岡県立大学大学院、薬学研究科研究課長、静岡県立大学附属図書館館長、静岡県立大学薬学部学部長などを歴任した。東京大学に進学し、 薬学部の薬学科にて薬学を学んだ。1975年3月、東京大学を卒業した。そのまま、東京大学の大学院に進学し、薬学系研究科にて学んだ。1976年3月、東京大学の大学院にて、修士課程を修了した。百七十九年、同大学の大学院にて、博士課程を退学した。なお、 1981年9月になって、東京大学より薬学博士の学位を授与された。論文の題は、ジャーマイクレシニを指標とした、カシア・トロサ組織培養における二次代謝の研究と、その応用。1979年10月、母校である東京大学にて、薬学部の助手に就任した。1994年3月には、東京大学の薬学部にて、 講師に承認した。なお、その間、1984年10月から翌年にかけて、カナダのアルバータ大学にて、科学科の博士研究員として、研究に従事した。また、1985年10月から翌年にかけては、アメリカ合衆国のブラウン大学にて、科学科の博士研究員として、研究に従事した。1995年9月、 静岡県立大学に転じ薬学部の教授に就任した。同学部では、主として、小薬学分野の講義を担当した。また、静岡県立大学の大学院においては、薬学研究科の教授も兼務した。なお、大学院の薬学研究科は、2012年に、生活健康科学研究科と統合され、二研究院一学部に再編された。それに伴い、 大学院に新たに発足した薬学研究院の教授を兼務することになった。大学院では主として薬食生命科学総合学府の小薬学教室の講義を担当した。また、2000年4月から2004年3月にかけては薬学研究科の研究科長を務め、2011年4月から2013年3月にかけては静岡県立大学附属図書館の館長を 勤めるなど、養殖を歴任した。2013年4月には、今井康之の公認として、薬学部の学部長に就任した。2016年3月31日、静岡県立大学を定年退職した。専門は薬学であり、特に小薬学や生物分子科学といった分野の研究に従事した。具体的には、有用な植物の成分を探索するとともに、 その成分を生成するメカニズムの解明に取り組んだ。それらの様々な知見を集積することで、生物多様性についてのライブラリーの構築にも取り組んだ。その他、生合成工学についても研究していた。研究成果は論文として発表しているが、それ以外の著作としては、日本薬学会が編纂した書籍や山村少良と、長谷川博が編纂した書籍への執筆や、 ポール・デ・ウィックの著書の翻訳なども手がけている。また、これまでの小薬有効成分とその生合成に関する研究が評価され、2015年9月の日本小薬学会年会にて日本小薬学会賞を授与されている。学会としては、日本薬学会、日本植物細胞分子生物学会、日本小薬学会、日本食品科学会、 アメリカ科学会などに所属した。日本商薬学会では評議員、東海地区幹事、商薬天然物部会連絡委員などを務め、日本植物細胞分子生物学会、日本食品科学会では、それぞれ評議員を務めた。自身が研究する商薬学については、商薬学とは人が天然資源に医薬を求めるのために作った文化だとの持論がある。 その上で、有機化学や分子生物学といった分野の手法を用いて、生薬学にアプローチしている。ありがとうございます。